はい、今ねどこにいるかというとメキシコシティの空港にいます。で空港の中で、ちょっとお腹空いたんでね、朝ちょっと早い便だった、朝早いって言っても10時か8時半ぐらいに到着したんで朝食食べれなかったんで今朝食を食べてるんです。最近なんか野菜不足を感じていて、で野菜を食べようと思ってね、サラダということで空港なんで、まあこれ値段はしますよ、これで150ペソなんで結構高いですね、900円ぐらいで、あとこれ入れてだから1000円、あこれが50ペソだったら300円もしますよ。ビールと一緒だったんですよね、値段がね、ライトとね、ビール飲んでもいいと思ったんだけど、これからフライト乗る時そんなに酒強くないんでね、あんまりね酔っちゃってるとまずいかなと思ったんで、 2200m のコースを温めて運営していくことであえてスプライトにしましたけど、野菜を今から食べます。美味しそうですね、お願いします。うん、うまい。パンでも良かったんだけどね、野菜食べたいと思って食べました。うまい。海外だと結構そのなんだろう、あの野菜不足になるって多いんでね、こういうのサラダ食べないから、